Hi guys! 皆さんこんにちは、みのりんです。この前原宿ピクニックさんに行ってスクイーズ福袋を買ったんですけども、今回はじゃん、 Amazon でスクイーズ福袋を買ってみました。このページなんですけども、販売終了、この前買ったばかりなのに。まあでもまた販売開始するかもしれないので、皆さんぜひぜひここをチェックしていればと思います。でこの前買ったのが1000円で2000円の価値があるものだったんですけども、今回は1500円で3000円の価値があるものを買ってみました。すごく重いので、やっぱりこれも粘土系だったりぷよぷよボール系だったり水系が入ってるんじゃないかなと思います。ではまず1つ目、じゃん、お定番大福。お定番なんですけども、私大福系持ってないので初大福スクイーズです。ちょっと手元見せますね。はい、まず1つ目はこちら、伸びる豆大福です。まあ、これはすごく定番なので持っている方も多いのではないでしょうか。豆のつぶつぶがいいですね。本当にこれ多分置いてあったら知らないで食べちゃう人は絶対にいると思います。あ、でも匂いは全然ケミカルな匂いがしてます。では2つ目です。いきます、せーの、はい、お、ごま豆腐。豆腐系なんですけど、あれ、ちょっと手元映しますね。はい、こちらが当たりました。でこれなんですけども、なんかちょっと後ろを見るとすごくへこんでるんですよね。なんか商品では売れないような感じですね。あ、でも相手はいないです。中からお豆腐はこちらです。あ、水系ですね。3つ目いきます。なんだろう、小さい、ムニムニしてる。はい、小さいショートケーキのスクイーズです。まあ、とても普通なショートケーキです。ただかなり低反発でちっちゃいのに気持ちいいです。では続きまして、こちら、お、カットパイン。これすごく気持ちいいんですよね。いいじゃないですか、カットパイン。これは嬉しい。こういう系はね、手作りができないので入っていて嬉しいです。ではこちら5つ目、せーの、はい、カットスイカ。さっきのカットパインと同じタイプですね。なんかね、袋がちょっとボロボロなんですよ。カットスイカ嬉しいのですが、これちょっと後ろを見ていただくと分かるんですけど、なんか折り曲がってるんですよね。で袋がすごく汚くって粘着力がないので、多分これは何度も開け閉めしていた気がします。なんか色あせてるっていうか、ちょっと触られた感があるので、やはりこれも商品にできないテスター商品だったのではないでしょうか。6つ目、なんだろう、せーの、はい、チュルチュルのピーチです。この前の1000円福袋と同じチュルチュルスクイーズが入っていました。ただし色が違うので完璧に同じじゃなくてよかったです。色違いはこんな感じです。お、中のぷよぷよボールは透明なんですね。7つ目、せーの、はい、あー、ヒラムニバナナ。これもこの前のスクイーズ福袋と全く同じ商品ですね。色もヒラムニバナナもこの前紹介したばかりなので、次いきます。せーの、はい、チュルチュルストロベリー。いちごのスクイーズはこの前紹介したばかりなので、次いきます。あ、でも 1,2,3,4,5,6,7,8、これ販売ページには8個のスクイーズって書いてあったんですけども、あ、まだまだあります。すごい、めっちゃある。じゃあ次いきます。なんだろう、はい、マヨネーズ。これは嬉しい、マヨネーズ。本当にマヨネーズを思い出します。これはもしケチャップとか他のバージョンがあれば欲しいなと思いました。なんか触ったことがあるような気がしますが、せーの、はい、キラムニュのクマさん。これもこの前の福袋に入っていましたが、ちょっと色が違うので、赤はクリスマスっぽい感じがして綺麗ですね。これで全部かな。あ、違いました、もう一つありました、コアラのマーチ。
え、これ嬉しい。コアラのマーチスクイーズですね。変な格好しているコアラですね。はい、今回のスクイーズ福袋は以上です。結論から言うとすっごく満足しています。中にはちょっとなんか形が変わってる袋がちょっと古いのかな。まあですが1500円なのに11個もスクイーズが入っていて、カットパインとか個人的に気に入るものもたくさんあったので満足です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。